はい、黒潮杯ってことでね、やっておきたいと思います。三つけ潮平神総選発注でございます。こちら、大井のメイン3歳の S3 競争ダート1800メートル戦。まあ、南関東クラシック路線が乗っ取られまして、まあ、要はダービーってやつがなくなっちゃったんですよね。それはそれでどうかとは思うんですけれども、この辺の路線は残ってるぞというか、まあ、 ジャパンダートクラシックあたりの、ね、予選も兼ねたものであるにせよですよね、やっぱり南関東のダービーってものがないっていうのは、まあ、今後、南関東の馬集めに多大な悪影響を及ぼすであろうなんていうふうに言われていますが、まあ、その中でね、頑張ってる馬たちの、まあ、いわば真夏のダービーなんていう、ね、性格は、これまで以上に濃くなるレースかなというところでね、やっていきたいと思います。 というわけで、今回の軸は4番、ムットクルフェ、羽田杯5着って言われると、まあ、過去の例で言えば、まあそんなでもないんですが、まあ、このね、JRA の馬たちに蹂躙されている今回のクラシック路線ってことで言えば、そんな中でも、 まあ、ダービーで、ね、大きく負けてるんであれですけれども、まあ、羽田杯、こまあ、なんだかんだで JPN1、G1 掲示板というのは、ね、一つ評価に値すると思います、軸でいきたいと思います。まあ、そして2番、誠6佐の歩行、前売り4番人期。まあ、前哨戦の東京ワンカップで重賞勝ちを果たしました、まあ、ダービー9着って考えちゃうと、まあ、実績差はありますが、南関東勢相手にって考えたら、重賞勝ち馬、まあ、評価には値すると思います。 まあそして3番の死シ守シフォス前売り2番人気、川崎のクラウンカップ、勝ち馬東京ワンカップで2着、ダービー6着は今回の出走馬の中で最先着ですが、強い馬に引っ張られればそうやって最先着ではあるものの、まこと6差の方向にその前で負けている。ま、こういうメンバー構成の中では負けているってことを考えると、ま、どこまで信頼できるのかなっていうと2番人気では軸にしづらいなってことでね、まあ、 まことか、むとか、迷いましたね。そして6番、芋の相談割ではトライアルを制してダービー出走。まあ、ダービーでのね人気順が微妙に上だったのはね、この芋の相談割でっていう場名が入った馬券を買いたかった現地組がそこそこいるんじゃなかろうかっていう想定なんですけどね。まあ、とはいえね、まあトライアル買ってダービーに出てきたってあたり、まあ紐に買っておくだけの価値はある馬だと思います。まあ、そして10番の打手の将軍、前売り一番人気。 安城は天才三河本紀文。まあ、2歳敗成以降記念を勝って以降、長く休んで一つ叩いてというところで、ね、まあ、春のクラシック全休してきましたが、まあ、JRA 勢に蹂躙される道を選ばなかった。まあ、逃げた。もう言えるわけでね、まあ、ね、オープン戦では、オープンではね、1秒以上の差をつけて勝ってはきてますが、あくまで休み明け2戦目みたいなところでね、 春使ってきた馬たちと比べて買いたくないみたいなところでね、紐までの評価にしておいて、今回はこんな感じでやってみたいと思います。ということで、まあいつも通りね、またやっていくんでチャンネル登録とぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。